掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ1月今日は何日でしょうか。8っていうの8 8日8日っていうの、ね、8日なんか8日の8日 January 8th ありがとうございます。英会話講師番号は先生と、海運講談師アッキー PJ さんで、お届けしております。お届けしております、ね、トラジでございます。はい、まみちゃんももうこれ25、6回目の放送なんですけど。あ、そうですか。はい、慣れましたか。ねえ、慣れました ね、 ね、もう慣れましたか。エトセトラエトセトラって言ってますね。まみちゃんにとっての30分放送ですからね。1時間放送があって、うん、ね、YouTube っていうの始めた頃はね、あの、はい、投稿する頃ってね、うん、15分設定やね。あら。で、何個か投稿したら YouTube が解除してくれて、うん、時間フリーになるね。なので YouTube 初期の人って15分以内で大体番組作るっていうね。今もそうやと思うよ。ああ、そう、うん。僕はいろんなものがクリアしてクリアされてね、もうフリーになってますか。はい。ただ、改めてエトラジとして YouTube は新設したんで、うん、そうでないやつをもう限定公開して、エトラジ系だけを、うん、全公開して、うん、そのことによってもう視聴回数も、オープンとゥーパブリックなんで、もう一回、ね、ゼロカウントじゃないけど、はい、初期カウントしてるんで、もうほぼ1万ぐらい、8000ぐらいだったんかな、その視聴者数が一旦3000まで落ちて、落としたっていうか、公開しないことによって、うん、カウントされないんでね。で、改めて1から、エトラジとしてエトラジ YouTuber エトラジ YouTuber の YouTuber そうそうね、はいはい、これまで最近の回は開運講談師アッキーみたいな、あ、最近の回でローマ字最近の回でやってたのが、その事務局としては残ってるんですけど、番組設定 YouTube 設定をエトラジエトセトララジオに、あ、そうなんです、変えてるんで、あら、そうでございます。もうでエトラジサイトもできましたし、はいはい、だいたいアメブロもエトラジ聞いてねとかして、あ、もう全部もうエトラジ旋風みたいな感じ。旋風なんですよ。なんだ、エトラジ作戦。作戦です。企画、大作戦ですよ。はい。ね、もともとね、その大作戦のスタートのね、ドセトラ自体がですね、うん、マミコワールドさんの、そうなんです、私グループというかサイトというか、なんていうの。そうそうそう。私が、うん、まあ、起業するときにはこの名前でしようと思ってはったんでしょ。そうですね、自分のね、名前、昔いろいろ、なんていうんですか、パーティーとかイベントをやる時の、やってる時の事前振り込み宛先とかね、そうそうそう、言うもんね、事前予約の方はさっき前振りしていた前金で入れてもらったら何パーセントオフでしょうかできるから、ね、イベント企画をしてた時の、うん、なんていうんですか、そういうの僕は講座名って言おうとしたけど、講座名じゃなくて、名称、野号、あ、そうそう、野号ね、グループ名、そう、野号、表記、野号です、なんですよ。はい、そこからエトセトララジオが生まれ、はい、ね、そして、どういう感じでいくのか、コンセプトが掘り出し聞き出し気づかせラジオという形になり、だから、まあ、私もそのイベント企画やってて、イベント企画だけにこだわらず、うん、まあ、いろんなことを私もやっていた頃だったので、うん、はい、まあ、何でもいいな、いいなっていうと、まさに何でもいいな、もともとは私私の名前からつけたんですけどね、私の 本名というか E と T と C が何かの頭文字になってるんですな。謎解きしたい方はアッキーさえ宛先、アッキー PJ あと yahoo.co.jp、 どうぞな、 ETC の由来を聞きたいってなんてしたら、 ETC 先着5名までやったら答えれます。そうそう、E の頭文字は何でしょう。高速道路のあれじゃないですよみたいな、なんとか関係ないですけどね、はい、俺知ってるよな、 ETC やな、 ETC ですね、知ってると思うわ。なんか優雅っぽいのと、そうね、まあまあそういう感じで、まあそこからエトセトラっていうのを生み出したというか、はい、作り出した。そこから、なんかミックスしてエトラジが一ラリしてるという、エトラジちっちゃいツーとかねしてます。さあ、ということで作戦という意味で、作戦という、まあ、この1月7日は、今日は8日なんですけど、昨日1月7日。お正月どうしてたんですか、アッキー PJ は。お正月この1週間っていうか、1日に放送しましたけど。1日の放送を2日に字幕作り込んで、はい。で、3日何してたの。いや、あ、3日、八坂さん、あ、5年連続、まみちゃん6年連続。はい、そうですね、いつもね、一緒に参らせていただいておりまして、私は。美しい御前社、はい、そして芸能の神様、厳島社、まあ、いわゆる厳島神社、広島のね、アッキー PJ としては厳島そこの写真を撮っていただいて、そして私は美容の方で美容の方で美しい御前社っていうところに、うん、京都のね、京都にあれですよね、八坂さんのね、日本市場の、まあ、八坂さんの本殿があって、そのち
ょっとあのそうですね先というか、ね、いらっしゃる、ね、もうちょっと山手の方にありますが、マミコワールドさん、じゃあマミコさんの個人のフェイスブックページのカバー写真なのかな。ああ、そうなんで個人なんで見れるのかな、ね、カバーは見れるのか、カバーまでは見れるのか、ね、一般の人に公開されてます、はい、売ったらね、あのねどこかに出てくる、ね、当時のカバー写真、あのヤシロが見えるかもしれない、はい、ヤシロか鳥かな、すごい好きなんですあそこの鳥ね、色合いとかがねすごい大好きで、うん、はい、あせやね、ちょっとあの鳥居にある、どういったか美しい御前社と書いた看板の色も綺麗やね、うん、そうなのよね、あ一風変わってるわ、うん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 、普通何もない黒とかせやね、うんうん、それ考えたらちょっと綺麗なブルーで、で社も色ついてるし ね空と の, やってる、コントラストとか、あそう空と、はい、その木々とね、鳥と なかなかいい映画で、そしてマミちゃんの写真はピーやけど、ピーって大したそんなピーじゃないけど、あの雪の雪化粧にやってなかったあ、ね、そう、ね、それもあってね、はい、白もあって、なかなかすごい色合いというのも素敵でございますから、もしよかったらマミちゃんとお友達申請するもよし、フォローするもよし、個人なんでね、マミコワールドのフェイスブックページもあるんでしょ、あります、だけど、マミちゃんの個人ページ個人アカウントの方が探せるのか、午前中やしろの、カバーかなんかだったら、それの人がマミちゃんです、そうでございます、マミコワールドさんですさあということでマミちゃんは、はい、リツイートした、結局何ですか、リツイートしました、フォローしました、昨日あれじゃないの、七草がゆ食べたの、七草がゆはもうね、私はもう正月は食べる三昧だったので、ちょっと昨日は嫌ですね、肉三昧でしょ、寿司三昧じゃなくて肉三昧なんでしょ普段ねそんなにね、聞いてますよ、はい、噂を、お肉はね、はい、食べないんですけど、なぜか正月早々ローストビーフ食べて、そうね、ほんで3日にはとんかつ食べて、でもそのメンバー的にはお肉食べる風じゃなかったのにね、なぜか超美人さんとかいらっしゃいましたしね、そうですね、発酵とか酵素とか味噌とかいうお姉さんがねいたのにもかかわらず、ね、お肉とんかつみたいな、ね、そしてまあお肉三昧になっていたので、昨日はまあちょっとお休みですか、お休み休ませるみたいな感じで ね、まあ本当におかゆで、そして芽吹くものを七草というかね、それを芽吹くものというか新しい芽というのでね、まあ、昨日はそういうの七草言えへんやろうからはしょりますね皆さんご存知でしょうか、はい、七草がゆ分かる人はそういう時にその七草がゆを、うん、そうですね、食していたらアキー PJ からなんか連絡入ってね、うん、なんかとりあえずリツイートするか、まずフォローせなきゃ、なんかしろいうなんか、ね、リツイートはしときね、なんか入りましたね、まあ、メッセージがっていう言葉で言うたらさ、インスタでもツイッターでもまあいろいろあるんだけど、ね、リツイートってなったらもう完全にツイッターですからね、あその多分ね言葉をね、うん、ツイートをリツイートするやからね、リーがつくってそういうことでしょ、リーはい、ね、なんか返事するっていう意味ですね、みたいな感じでね、うんうん、でその条件フォローしてリツイートしたら、まあもしかしたら100名様当選、もうなんか急にもう早く、わわわわみたいな感じで、あのギネス記録、世界記録は、あの、からだ方がええんちゃうか、新聞カンプだったんですけど、昨日、今日とトップニュースやったから、時代やったからね、そう、まあ、私、多分そのトレンドというか、そのニュースについていってないかもしれない、まみちゃん、昨日あれやったんちゃいます、なんでしょう、なんか、英語系の仕事してはったから、こもってはったんちゃいますか、ああ、そうね、あの、現場にね。うん、あんまりそのなんだろう、メディアね、ここもラジオのメディアなんだけど、うんうんうん、あんまり私そうついていってない、だから LINE は LINE ニュースが流れてくるでしょ、うんうん、で Yahoo も Yahoo ニュース見たら ね、Yahoo ボタン押したら俺アプリ Yahoo、ね、Yahoo ニュース LINE ニュースね、うんうんうん、でそれがねある意味伊藤さんのラジオのね、僕エンタメタイプなんでね、うん、エンターテインメント、要するに誰でも知ってる人のことを自分流にアレンジして、まあ、あの誤解を招かないように、そしてその人のことを抽象しないレベルで、うん、上手に素敵ね、お誕生日おめでとうって言ってあげるのがエトラジアのコンセプトね、うん、日本語版のコンセプトね、うんうんうん、でそこからマミちゃんにどこか気づいてもらったり、うん、何か面白いマミコワールドが、そうね、やっぱりヤフーニュース LINE ニュース、まあ、すごいたくさんあるので、うん、その中からやっぱりここの中でやってくるアッキー PJ がピックアップした部分っていうので、そう私の反応とか、そうそう反応を聞きたい、ね、まあまあその、まあ、世間の意見というかリアクションというかね、うん、まあまあうう僕は偏った意見をお持ちなんで、まあ、それは自分で言うてるから B やけどね、でマミちゃんは意外とね聞くと会話すると世間を常識というものをなんか理解されてる言動、それから一つの接客というのか接し方をしてはるんで、まともな意見が聞けるんじゃないかという、そして僕が暴走した時にも、あの歯止めになるんじゃないかという意味も込めてです、ね、という大作戦ですよ。
ね、だ今は誰と言うてへんでしょまだね、うんうん、リツイートしたフォローした、うんうん、ね、もうでもねあれやって朝9時ぐらいからね、はい、あのダイレクトメール DM 言うねんけどね、はい、もう送ってんねんて、あもう昨日のその何大作戦の23時59分で締め切ってもう結果出てんねん、あ今日ね、うん、今日1月でも9時ぐらいから70名送りました、あと残り30名ですっていうのが上がってたから、はい、もう今現在放送2時過ぎですけども、はい、もう100名決まってるんで あえてあの放送中聞きません、送られてきたかどうかね、はい、まあもうあの見たらそういうことやるか、さあ誰ツイッターの DM が送られてきて、だから学生さんとか普通に本当にね、あの、うん、俺やったらね、うん、もう身内スタッフに100万配ってもええやんかとか、うん、でそっからあと5人ぐらい全然知らん人はどなたに送って、うん、ほんまに送られないやで、そらやろう思ったら仕掛けよう思ったらあのその同じ100万円の使い方だってさあるやんかと思ったんやけど、ほんまに、まあ、抽選してる、分かってへんかもしれんね、いつか明かすね、はい、で抽選という形なのかどういうふうにアトランドメランの知らんけど、うんうん、あのちゃんと送ったで送られた人からの喜びの声っていうのが上がってて、でそれがヤフーニュースになってね、さらに、うん、だから僕は昨日の昨夜のニュースっていうのはやっぱりツイッターをちゃんと見ててってこと、あそうやろうね、そこからピックアップしてるっていうこと、うん、だから昨日の晩の予定だと今日のこのお昼間のお昼の時点では、うん、マミちゃんにリツイートしたフォローしただけで終わってつもりやったのがもうすでに当選発表なんです、じゃあ当選したって聞かないといけない、ね、そうなの、逆に言うと外れたい話ですよ、送ってもらえないよ ね、でも、まあ、僕はこれをもともと世界記録、リツイート世界記録がそれまで35050万件だったんですよ、高校生がやってみて、うん、でどっかの、うん、ピザ屋かなんかにあの何万件リツイートされたら1年間無料でピザ食べさせてもらうみたいなことを聞いたら、何万件1500万件とか言うてそれをテレビとかいろんなところで応援してくださいって言ったら、はい、355万件になったらしいね、はい、うん、ちょっとうる覚えです、でこういう名刺もうる覚えです、うん、でそれが過去の世界記録やったらしい、アメリカの高校生が当時の ね、はい、でそれをリツイート数が、さっきというのは午後1時現在、うん、僕の、ツイッター上を確認する、はい、あの M さんの、はい、M さんのツイッターで見るそのリツイート数がもう564万リツイート、ああでも確実に世界記録やけど、リツイート、ね、はい、そのリツイートのうちの1がマミちゃん、はい、ね、分の1ってことね、分の1なんですよ、うん、でマミちゃんは、うん、Facebook ページのことと、はい、個人 Facebook、うん、アカウントにその美しい御前屋敷のことがありましたが、はい、うんうん、Twitter のことはアカウント言うてもいいの、いや私ほとんどツイッターで、あーそうそう、そこまだ皆までやからちょっとそこまで言うて、ね、アカウント名を言うていいのか言い方変えると、まあ、あなたマミコワールドさんですよ、アキさん、アキ PJ さんですよねって、あそれが何、要するにマミコワールドで検索すると、うん、アキの場合 AKKIEPJ で検索するとツイッターは上がってきて当然やねんな、アカウントやから、あ、うん、なので今マミコワールドさんで見てもらったら多分私マミコワールドさんやったと思いますけど、僕分かってるんで答えは知ってるんですけど、はい、あと今はラジオですがマミちゃんの顔色見てます、うん、要するに、うん、この目的は M さんはもう、うん、途中で答え言うけどね、うん、もうみんな分かってはる、うん、今リスナーさんの半分以上分かってはるとしてですよ、うん、M さんは言うたらフォロワー数を増やすことにもすごいスピードで1日で増やしたわけですよ、そうよ ね、 ね、で元々がね、んとかタウンの売り上げが100億かなんかなったから、うん、それの 1%1 億円を今年はプレゼント、うん、で1億割る100で100万人に100名様プレゼント、うん、あの景品法にも引っかかれへんだし、ああうんうん景品法ね、うん、らしいんでね、でも個人のポケットマネーから出すってことやん、ああそうだから1億円の広告費を出して、うん、各社あのメディアがワイドショーが取り上げ、うん、そしてエトラジもまあエトラジ ATC ラジオドットザメディアドット JP も取り上げ、株価もめちゃめちゃ上がってるわけなんですよ、おすごい戦略ですよね、すごい賢いのよね、すごいストラテジーで、あれですやん、世界記録もねギネスも、まあ、いつか認定されるでしょう、うんね、でそこで改めて真逆まではいかないです、うん、で僕もあの YouTuber 言いながら Google さんから当時はね緩かったんで振り込まれたことあるんですけど、うん、今はもう YouTuber
としては広告も出ないぐらい、まだエトラジとして始まったばっかりで、これからね、あの登録者数が例えば1000人超えて、視聴者数が半年1万人超えれば、エトラジもまたあの広告掲載して Google さんからお小遣いもらえる可能性はあるんですが、今はとにかく番組を作るということ、そして我々特集ございますラジオ形式ね、この画像1枚で僕とまみちゃんの声でやってますから動画ではないんですよ。ただラジオという感覚で YouTube を見ると、僕らみたいなことやってる人は世の中にいるのね。それこそ TBS ラジオさんだって写真だけで、当時 そのラジオ音源っていうのは映像じゃないんでね、基本ね、こういう形はあると思う。でそれを良しとしてくれるラジオリスナーさん、昔から同世代もしくはラジオで OK な方はこれを聞いていただけるだろう。まあまあ、 あのマニアは聞いてくれてるんですよ。ただ YouTube としてはどうなのかは分からない、はい、でもこのスタイルと動画スタイル、ね、スタジオでは生放送動画でやってます、いろんなものを使いながらエトラジもエトラジでやり方を考えてますが、ZOZO タウンさんはですね、言うたら株価が上がりフォロワー数が増えて、で世界記録ができたわけですよ、でマミちゃんは昨日実はですね、あの言うていい範囲は範囲で、あのピンときはここをしもったらピン言えますからね、マミちゃんは実は、僕の知ってる範囲で言いますけども、ツイッターなさってません、はい、昨日慌ててマミちゃんは過去、ツイートを某セミナーで、そのセミナーの主催者会社がどうしてもツイートしてくれ、今ツイートしてくれたらアンケートかなんかで答えてくれたら、最後プレゼントありますかなんかセミナーの時にね、されて、その時にログインして登録していこう、全くツイートというかツイッターっていうものを、なんていうの、このアプリも取ってなかったんだよね、大丈夫な範囲でやってくださいよ。なので昨日この ZOZO さんの件で慌ててもう一回、よくご存知です、ね、アプリをダウンロードしたでしょ。だってやり方分からへんって説明したからね、はい、あったでしょ。でダウンロードして改めてツイッターに入りましたよね。出ないとフォローできへんからね、でその時のマミちゃんのびっくりすることがあって、はい、フォロワーっていう人がたった1名、はいね、でフォローが当時5名、要するに昨日の夜の時点で5名、いい世界記録を見てある人とはやるということですよ。で5名だったのがフォロワーが6名になったっちゅう話です、なってるんですよ、はい、で今ここでマミちゃんがさっき確認したように、マミコワールドでアカウント探してエトラジ聞いた人よかったらフォローしてくださいとかね、相互フォローって昔はハッシュタグ、もう今もあるんやろうけど、ハッシュタグ相互フォローって入れといたら私もフォローするからあんたもフォローバックしてねっていうのが結構ツイッター業界 の暗黙の了解があるんですよ。だからフォロー行ったらフォロー返ししてくれるっていう、そういう付き合いなのね。あんた誰か分からへんで、名前も要するにそれらのスペルで入ってた場合で、マミコワールドさんのフォロワーが、僕だったんですよ。要するに1アイドルの人もそういうの多いね。ああ逆か、アイドルとかでもフォロワーは例えばグループのお友達1人だけで、あと1万人は全員ファンの方みたいなの、ものすごい極端な感じでね。でマミちゃんのさっきのアカウントで行って、できたらフォロワーになってあげてくださいっていうお知らせ。それなんかね、秋美人に言われたら、エトラジのそうなのって感じで、前澤 P さんは、はいはい、リツイートの件数、フォローの関数を、秋美人の皆さんフォロワーになってあげてください。それは俺がマミちゃんの宣伝して、はい、マミちゃんのしてあげることね、はい、で何が言いたいかっていうと、はい、普通に冷静に聞いてよ、はい、要は物を発信するには、はい、それはフォロワーがいてくれはったらいいわけですよ。そうで、私が発信するかどうかちょっと分からない。マミちゃん発信しないかもしれません。そうなの。だからフォロワー触ってません。でも今言えることは、一つ言えることは、話がマミちゃん前に進んでくださいよ。前向きに、はい、いいですか。今回フォロワー数が現時点放送時点で5やったのが6になりました。ね、でフォロワーさんが1なんですよ、うん、それは僕なんです、アッキー PJ なんです、うん、はい、ね、でそこがフォロワー数っていうのは、うん、他人さんの力です、他力なんですよ、はいはい、でマミちゃんがフォローするのはこれから100行動1万フォローするのはマミちゃんがそれは、自分で活動することなんだけど、マミコワールドで検索してください、アッキー PJ で検索してください、ぜひフォローしてね、言ったらフォロワーの数が増えることなんですね、うん、でそれは、今回
前澤さんがね、フォロワーしてなおかつこの投稿をリツイしてってこと、そうそうそう、はい、でマミコワールド、フェイスブックのマミコワールドのページとか公式であるのでそっちも見ていて、それもフォローしていいでしょ、はい、フォローって言わへんか、フェイスブックなんて言うやったっけ、フェイスブックもフォロー、メンバー、そこのメンバーとかいいねしてください、ページにいいねね、うん、でそういう形があって、マミちゃんの場合だけちょっと特殊で、うん、はっきり言ってツイッターで今日まで分かれへんや、明日からどうなるか分かれへんやんか、分からないでしょ、でも、はい、マミちゃんはこの M さんの件があるまで何ヶ月かその登録した日以降ツイッターというものをしてません、あの投稿も含めて活動もしてなかったのを、この M さんの件でアキビジカが連絡入れて無理くりリツイートすることによってアプリをダウンロードをもう一度し直してもう一度入り込むことで、今まで5フォローやったのを6フォロー、要するに M さんをフォローすることとリツイートすることという条件を飲むために、無理くりマミちゃんは1アカウントをまあその外に自分のその iPhone の中に取り込んで活動を仕掛けたわけですよ、うん、ね、で実は同じようなことがいらっしゃって、方がいらっしゃって、はい、若槻千夏さんもですね、はい、同じようにずっともうツイッターだけはせえへん言うてたらしいんです、うん、あくまでこれヤフーニュース上ですけどね、うん、それをこの当選券をもらいたいがためにアカウント開設してんて、うん、ね、でこれはもう多分もう公開されてることが言うとくと、うん、彼女のアカウントの名前が ZOZO 大好きです、ローマ字でね、ずっと大好きです、うん、でプロフィールにもう100万円受け取るためのアカウントですと書いてあるね、うん、うん、公式アカウントや、あ、もうでもそれは素晴らしいよね、それをもうそれだけのために私はツイッターをしましたっていうね、うん、ところなので、僕は仕込んでるから台本や、うん、要するにこれにほぼ近いのマミちゃんもな、うん、言ってること分かる、もうしてなかったわけです、あ、そうですそうです、ね、そういうことですよ、で M さんは要するにアッキーを使い、うん、マミちゃんがツイッターを今の携帯にアプリをダウンロードもう一回し直してログインしてフォローして、はい、だって5人と1人のフォローとフォロワー数のマミちゃんが6人してさらにフォローして投稿して、要するにリツイートっていうのは投稿することやからね、はい、人の投稿をコピペしてあげる、リツイートね、はい、その作業までさせたという、その欲動をかけた、M さんはそれはそれで俺はすごいと思うねんちゅう話やん、そうね、若槻さんしかいない、若槻さんの話聞いたら分かるでしょ、うん、しなかった人がそのためにのためにね、するっていう、ほんで昼帯で、うん、コメンテーターの白木さん、昼帯っていうのは何、昼帯って TBS 系 MBS 系 の、 ワイドショー番組があるのね、はい、恵さんが司会の番組ね、残り7分ほど、はい、そこでコメンテーター白木さんが出てはって、うん、白木さんも何やかこうこの件をやっぱ語ってはって、うん、その支部系であれ応援する系であれね、うん、どっちでもコメントっていうのは、うん、かめへんわけやんか、 でも最後のオチが、うん、僕もリツイートはしましたけどね、はい、うん、ご理解いただきました、本当に、うん、まあ、だから本当ツイッターやってない人もこのことを、まあ、どこかからね情報を入手してするアカウントを解説しちゃった人もおるかもしれない、それだけの時間とね行動をさせたその人はすごいよね、前澤、うん、さん、雄作さん、すごいと、そこにすごいと思うわけ、ご理解いただけました、それだけの人の行動っていうか、その促したわけですよね、一つのなんていうの、きっかけ、まあ、それがまあきっかけになるかもしれないから、まあ、再起動は分かれへんけど、ね、そのことによってアッキーのアカウントというかツイッターで投稿してるのが初めて見れたでしょ、そういうこと、ね、アッキー投稿こんなんしてんねやと見れたわけじゃないですか、そういうことです ね、唯一のフォロワーですからね、で、そういう形で、フォロワーじゃないよ、だからフォローですよ、私がフォロー、マミちゃんは僕をフォローしてるし、僕は唯一のフォロワーです、はい、そうです、間違ってないと思いますよ、はい、ご理解いただきました、だからフォローしてるからアキー PJ だけじゃなくて他のも見れます、あ、そう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 、はい、マミちゃんは5人、はい、だから6人になりました、はい、だからその方ただし放送中の話です、僕はあえて言ってます、マミコワールドさんがそれが2になって6になって7が8になって言ったって、僕は構わへんと思うよ、ツイッターっていうものに対してね、うん、自動やからね、世間がこのラジオ聞いてマミコワールド探してなしゃあないかわいそうやからフォローしたのかって思ったってかめへんわけじゃないですか、マミちゃんは投稿しない可能性が高いです現在ね、過去を照らし合わせばね、あ、それはアキピチェがまあまあそうね、過去はね、でも急にこの言葉この放送を聞いてマミちゃんがスイッチ入ってツイッターさんになってるかもしれない、ツイッターマニアになってるかもしれないね、でそれは全部 M さんのおかげで人が動いたっちゅう話をしたかったっちゅう話ですよ、人が動くってすごいよね、まあ、何きっかけというか、はい、まあ、これがまあ商品というか、ね、賞金というか、うん、
今日このネタで20分は持つな言ってたんですけど25分持ちました。今日はロンドンブーツ1号2号両手マスカケ線の田村亮ちゃんお誕生日早めと、ね、そしてまるちゃんこれ大事な日なんですよ。皇位継承の件で、皇位継承に伴い元号が昭和から平成になったのが1989年1月8日のことでした。そうね、今日だったのね。昭和天皇は1月7日崩御、1月8日から新元号になったっていう、はい、今日は昭和スタートの日になってるんですよ。まみこさん今日はスタートの日なんです。そうなんですよ、ね、それも全部 ZOZO タウン前田優さん国に持ってかれたみたいな、ね、そして今日はね皇太子皇太子妃に小和田雅子さんが内定したのが1993年1月8日のことでした、なんですよ。だから89年で93年やからなんぼや、4年後か、4年後に、昭和平成になった4年後に小和田さんが皇太子妃に雅子さんが内定してるらしいんです。内定したっていうふうにね、この内定した日あんまり覚えてないんだけどな、1月そこに8日に持ってきたことを ね、そして、その1億円ね、100名様に総額1億円のお年玉、もうこれは済みました。そして今日外国、外国郵便で、だから DM 来てる人はラッキーボーイや、ラッキーガールや、ね、もう来てるわけですよ。そして、まだね、これにあやかってね、投資家 S さんは5億円プレゼントを100名に500名、100枚500名様にリツイートのみで1月15までとか、これ言うていいのかわからない。日本の闇を明かす社長さんは同じく、フォロワー数が120、これマミちゃんだからあかんのね、条件ね。そして、フォローとリツイートで、100枚プレゼントって、その同じやり方で俺もやる人います。それから偽アカウントも出てるらしいです。偽アカウントね。ただ50円いただいた上で自分の、許す範囲でね、そのフォローするなりリツしてあげれば構わへんとは僕は思う、ね、一つのゲーム感覚ね、ただ気をつけてください、ね、そして今日は1月8日でございますから、語呂合わせでございます。イヤホン、いや、マミ、今マミちゃん放送中イヤホンされてますね。イヤホンしてますね、はい。僕はどっちかというとインナーホンなんですけど、みんなから突っ込む方なんですね、はい、インナーする方ね。で今日はイヤホンの日で、イヤホンの日は制定、いつでも気軽に音楽を聴ける道具として18イヤホンの語呂合わせでこの日を記念日とした。イヤホンのおかげでいろんなものがね、電車内で音楽も聴けますし、ね、こうやってラジオもね、ラジオやから音取れてたらいいんですけど、やっぱりちゃんと自分の声が入ってるかっていうのは、イヤホンを使うことで、そうですね、確認しながらやってますもんね、よりね自分だけの世界に入れる、そうです、ね、言葉をちゃんと聞き取るという意味でも ね、あっち向いてても音が入ってきてるんで返事できてるしね、ある意味ね、気がそそるで耳にどん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 ダイレクトにマミちゃんの声も入ってますしね、だから、皆さんは顔色見えないからあれですけど、さっきのツイッター話だってね、マミちゃんワッキーが何言い出すんやん思ってね、気が気がじゃない方向で言ってますけど、ちゃうね、若月千夏さんしかり、要するに前澤友作さんが仕掛けることによってね、まみちゃんね、ツイッターはね、これね、非公開っていうのはできへんから、多分ですけど、もう公開されてるんで、数字はもう誰が何言うたって、5と1なんですよ。で、6と1なんですよ。で、それが6が2になり、7が、7になるのはまみちゃんが自分で数字増やすしかないんですけど、で、投稿もまみちゃんが増やすしかないんですけど、それは、まみちゃんがログインしてなくても、見えてるんですよ。はい、自分の携帯の中で作業しようと思ったらアプリ取ってくるとかね、普通のアプリじゃなくてもサファリとか、Google の中でログインして作業するっていうのはそれやけど、そうでない方、一般に公開されてるものは見えちゃうんで、数字はね、でそれがなんせ世界記録、リツイート世界記録564万件、午後1時現在さっきみたいになってました、ね、もうはるかに355万件の世界記録を塗り替えた、ね、1月8日現在ね、1月4日今日現在です、1時現在でなってたっていうお話、そして、仕掛ける側作戦企て、ね、エトラジとしても今その YouTube にも上がってるんで、プチミニミニ YouTuber ごときですけどね、僕の場合はね、まあいろんなところにサイトも作って、これ、はい、マミちゃん読めます、 HTT からの読めスペル、 HTTPS、 これなんて言うんですかね、ダブルコロン、ダブルセミコロン、セミコロンなの、コロン、コロン、スラッシュ、スラッシュ、 etcradio.themedia.jp で、ね、いわゆる etcradio.jp っていう、まあ、サイトも、ね、オフィシャルサイトしてますし、なんやかんやまみちゃんの声とアッキーの声が聞けるように設定してます、努力してます、はい、ね、
ということで、あのツイッターもフェイスブックもやってます。バミコワルさん検索してください。そしてアキワキ P で検索すると、はい、いろんなものが出てきます。エドラジで検索してください。検索してください、はい、今日は、ゆうさくくんに全部持っていかれました。ゆうさくくんなんで す, です、ね、はい、当選されたあなたにキラリ開運シャイニーホチュー。それではまんちゃん、ありがとう。また来週お願いします。はい、 Thank you for listening. See you next time. またちょっとあるみたいだわ、まみちゃん。あら、そうでございますか、はい、ね、本当はね、あの100万円もらったら何に使いますかとでもね、できたんですけど、そういうあなたも夢を見ていただいて、そしてあなたなら100万円当たった、当たったらね、あなたなら何をプレゼントできますか、あなたなら何を、俺やったら会員サイン式しかくれるかなとかね、まみちゃんも何やったらあのプレゼントできるかなってね、正解は無料ですんです正解は無料ですんです、はい、それでは、See you next time.